南口小岩駅は東京都江戸川区南小岩7丁目にある東日本旅客鉄道の駅である。乗り入れている路線は総武本線であるが、東駅には観光線を走る中央総武線各駅停車のみが停車する。駅番号は JB26。特定特市内制度における東京都区内に属する。東隣の市川駅が千葉県であることから、 当駅が総武本線における東京都区内の東源となる。また、武蔵野線の西船橋駅園京葉線の南船橋駅園から火災臨海公園駅経由で東京都区内に直通する場合でも、東京都区内発議の乗車券と当駅発着の乗車券を併用することで乗車可能となっている。また当駅は総武本線の貨物列車用の支線である。 越中島支線、新近貨物線の書類上の起点駅となっているが、物理的には当駅から新小岩駅間にある、新小岩信号場駅構内から分岐している。当駅が起点になっているのは、本来の起点駅であった新小岩三沢駅が1986年に一旦廃止された際に、起点が当駅に変更され、翌1987年に、 新小岩三沢駅が再開された後も、起点は当駅のままとなっているためである。当駅から新小岩信号場駅間は、本線と重複扱いとなったため、独立した貨物線及び貨物設備は一切ない。強風が発生した場合、江戸川橋梁を通る当駅市川駅間で、助行運転が行われる場合がある。島式ホーム一面二線を有する高架駅であり、 ホーム上にはホームドアも設置されている。駅の高架下は1階、地下の2層構造のショッピングセンター、シャポ小岩になっている。緑の窓口、スイカ対応自動改札機、指定席券売機が設置されている。駅構内の改札前には、地元出身の第44代横綱、土地式の像があり、待ち合わせ場所の目印にもなっている。 土地西木は当駅近くの江戸川区立下、小岩小学校の卒業生でもある。駅はバリアフリー化が進んでおり、エレベーターやエスカレーターが至るところに設置されており、階段を使わなくても駅内及び地下ショッピングセンターを自由に移動することが可能である。2019年度の1日平均乗車人員は66,125人である。JR 東日本の駅の中では、 海浜幕張駅に次いで第69位で東隣で快速停車駅の市川駅や稲毛駅より利用者が多い。また総武快速線の通過駅では西船橋駅に次いで多く中央線区間を含め中央、総武線内の多路線、快速とも乗り換えのない駅としては最も利用者が多い。JR 東日本全体における乗り換えのない駅としては 大森駅、川口駅に次いで第3位。駅周辺には学校が多いため、等、月光時には学生らで賑わう。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。駅周辺は、観楽街、商店街が密集している。駅東側を通る小岩中央通りの北口側には、ハングルの看板を掲げた韓国料理店や韓国物産店が立ち並び。 小規模ながら、コリアタウンの様相を呈している。京成本線京成小岩駅までは、徒歩で20分ほど、京成バス利用で10分ほどであり乗り換えにはあまり、適さない。フラワーロード商店街の中に、FM 江戸川がある。ショッピングセンター、シャポ小岩は、1972年7月15日に、小岩ポポとしてオープンし、2007年3月23日に、リニューアルオープンした。 リニューアルオープン後の店舗面積は13,559平方メートル、店舗数は103。全店舗がスイカショッピングサービスに対応している。駅改札口を中心に東西方向に細長く展開し、東西線路方向の通路延長は約380メートル。各店舗にはシャッターが取り付けられ、館内営業時間内に限られていた。 東西方向の通路の開放が初電から終電までに拡大された。地いでは南北方向の横断通路も新たに開放された。地いには猫のイメージマスコット、ポッポちゃんを片切った子供向けのポッポちゃん広場、水で安らぎを演出する休憩スペース、ポポの泉、休憩所、抽選会なども用紙物に使用できるポッポちゃんの森が新設された。 2016年4月15日に、シャポ小岩となった。最寄りのバス停留所は、駅南口交通広場にある小岩駅と、駅北側約200メートルほどのところを通る蔵、前橋通りにある小岩駅北口となる。以下の路線が乗り入れ、都営バス、京成、A、バス、京成タウンバス、東京空港交通により運行されている。出店広報資料。 プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。